絶対に、もう絶対に今日ゲットしなければならないのがあって、聖なる炎のなんとペンスタンドと、そしてポリゴンのね。スマホスタンディング。もう絶対ゲットするしかねえな、これ。いや、ポリゴンだぜ、ポリゴンのスマホスタンドで見れる、YouTube を見れるという。ほほほほ最高じゃねえか。いや、頼むぞ、出てくれよ、7番。ライフはね、たったの3しかないからさ、ちょっとこう、ほんと、一箱一箱がほんと重要になってくるんだよね。ポリゴンと、あ、でもね、エアロブラストもすっげー欲しいんだよね。ペンスタンド。とりあえずペンスタンド欲しい。聖なる、うわー、かっけー。ほう、聖なる炎。ラインナップは全部で8種類あって、ピカチュウとかもさ、うわ、改良めっちゃ欲しいな。でも輪ゴムホルダーなんて使うことないんだよ、全く。でも破壊光線だし、ゲットしたいという気持ちはある。でも輪ゴムホルダーだからなっていう。まあ実用性をね、実際使うと考えたら、やっぱりこう、コードリールとかも使わんしなと。まあ、ハンコスタンディングもね、いやでも可愛いな。フィギュアとして欲しい。この頃はフィギュアとして欲しい。で、実際に使う、のであればやっぱ鳳凰とか、ペンスタンド使うから、すごく使うから、こいつらゲットしたいと思っている。それでは早速、はぁ。スマホスタンディングとね、ペンスタンドを出す。頼むぞ頼むぞ一発目が重要だからな。一撃目で、どうなるか。もう、こんなダブルでさ、ペンを。うわー、もう、これはおしゃれだぞ。鳳凰とルイヤーでペンをスタンディングだからね。うわー、これ、来てるわ。はぁ、頼むぞ。あー、マジ緊張感半端ない。お願いします、来てください。ジューでかっ、破壊光線じゃねえか。いや、まあ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 、全然全然 OK。つか、でかくね？フィギュアとしてさ、かなりかっこいいぞ、これ。この迫力、半端ねえぞ、これ。でけえわ。なんか画像だとさ、そんなでかく感じなかったんだけど、かなりでかいな。破壊光線。でけえ、でも輪ゴムなんだよ。いやー、ここまででけえと迫力やばいぞ、これ。超かっこいいじゃねえか。破壊光線だし。輪ゴムスタンディング以外でなんか使い道ねえかな。いや、てかさ、これさ、輪ゴムスタンドじゃなくてもさ、これ、飾っておくだけですげえかっこいいんだけど。これ、たださ、飾っておくだけでめっちゃかっこいいけど、破壊光線。ズオー。ズオー、破壊光線。残すところ2か。残機に、ライフに。やべえ、来るから、頼む。聖なる炎来て。聖なる炎でペンスタンディングしたい。頼む、頼む。あと、ポリゴンの、スマホスタンドで YouTube 見たい。頼むぞ。カワウソ見たい。カワウソ。頼む、頼む、頼むぞ。あと、いや、もうほんとミスれないからね。あと2箱しかないから、マジでミスれないから、ここ重要だからな。頼むぞ、頼むぞ。アーク力、頼むぞ。アーク力の力。ぐぅー、外したけど、かわいいな、クソ。めっちゃ、もうコードリールか。コードリールとか使うのもう、これもフィギュアとして、フィギュアとして飾る。エフェクトパーツガチコンかっけえな、これ。エフェクトボスやばいね。ワニノコちゃんである。ザン。さすが。このかわよさ。萌えレベルマックス。しかしながら、あと残機1なんだけど。出なかったらどうしよう。マジ、もうほんとやばい。ほんと緊張感。いや、どうしよう。ダブルで惜しかったんだけど、出なかったなぁ。いや、まあでも、鳳凰にすっか。いや、でもポリゴンも惜しい。まあどっち来てもいいや。どっちか、どっちか来てくれたらもう大勝利にする。大勝利にする。頼むぞ。頼むぞ。ほんとに頼むぞ。ちょ、頑張れ、頼む。いや、てか、これ、ワンボックスあったらな、絶対コンプなのにな。これ、リーメント商品だから、ワンボックスコンプなんだよな。いや、でも、違うこともあるか。違うこともあるか。ちょ、油断はできないんだけどさ。はぁ、そうそう。いや、でも、ワンボックスコンプじゃなかったっけ、リーメントって。できなかった時ってさ、シャッフリング、空いてた時だからね。空いてないやつだったら、確かワンボックスコンプだった。トゥトゥルチコリー、トゥルルチコリータ、全部外したけどめっちゃ可愛い、トゥルル。まあ、ハンコスタンドでもペン立てられないってことはなんか、この可愛よさ、チコリータ自然の恵み、ザン。うおー、なんかもうフィギュアだけで嬉しいね、ガチで。フィギュアだけで嬉しいんですけれども、ペンは無理だろうな、ペン立つかな、ペン立つかな、でもなんか立ちそうな感じもしないでもないんだよね。立つじゃねえか、お前。お前ペン立つじゃねえか。ボンディングはボンディング。あ、ボンディングも余裕じゃねえか、お前。ボンディング。バサミも、いけるね。え？いけるね。結構立つじゃん、これ。あ、でも置いたらひっくり返るわ。いやいやいや、これ使える使える。全然使えるわ。もう使えないと思ったんだけど、余裕で立つんだけど。しかもね、置いてもひっくり返らない。置いたらひっくり返るかなと思ったんだけど、全然余裕。え、安定感半端ない。マジでか。チコリータ使え、最強、いや、よかった。他の子たちはちょっと考えてるんだよね。でもフィギュアとしてかっこいいから、これこれでいいよね。飾っておくだけでめっちゃかっけえじゃん。これ破壊光線であると。ほほほほ。
この迫力すごくない？これ。超かっけえじゃん。そして、チコリタ自然の恵み使える。今回唯一俺が使えそうなやつはこれかな。自然の恵み、チコリータ。いや、チコリータよかったわ。しかもなんかこの台座の部分がめっちゃおしゃれ。すげえ美しいわ。この自然の恵みってる感じ。ということで、今回はデスクでお役立ちフィギュア第3弾の開封レビュー動画でした。最高のメンツ揃ったけどね、一番欲しいのがダブルで来なかったっつうね。チコリータがね、使えるのが本当に嬉しかったな。安定感、全然ブレないから、安定感半端ないから、結構重量感あるからな。あのハサミで、あの斬鉄バサミ結構重たいから、あれでひっくり返らないということは、もうどんなペンでも全然 OK だわ。もうちょっと高さあればもっと安定するんだけど、これでも全然使えるからよかった、チコリータ。ありがとう、チコリータ。唯一使えるよ。しかしすげえ迫力だな、破壊光線。めっちゃかっけえわ。実際はまあ、使ってもいいかもね。輪ゴムかけとこうかな。実際使わないにしても。輪ゴムかけといてもいいかもね。めっちゃ迫力あるわ。フィギュアとして本当にこれ100点満点だね。もうフィギュア、ただのフィギュアとしてかっこいいっていう。